Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。フランス語の改まった場やフォーマルな場所で Puis je 何々というフレーズを聞いたことがある人がいるかなと思います。今回の動画ではこの Puis je 何々という言い回しとか、あとは Pourrais je 何々の言い回しとの違いについて説明していきたいと思います。まずは簡単にこの Puis je 何々が登場する会話の例を一緒に見ていきましょう。電話中のシーンだと考えてください。Allô, bonjour, c'est Peggy Co à l'appareil. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, ça va? Oui, je vais très bien, merci. Comment puis-je vous aider? ここで、comment puis-je vous aider? というフレーズが出てきました。この puis-je の意味を今回は説明していきましょう。puis-je というのは、je peux 動詞の pouvoir を第一人称で活用した je peux の疑問形の形になります。peux-je ではなく puis-je と言います。これは非常にフォーマルな会話で用いられる言い回しです。類義語として pourrais-je が挙げられます。例えば、Que puis-je faire pour vous? とか、Comment puis-je vous aider? 先ほど見たフレーズですね。Comment puis-je vous aider? この Que puis-je faire pour vous? とか、Comment puis-je vous aider? というのは、いかがなさいましたか?とか、いかがされましたか?という意味になります。他にも、ウェイターとかがこう食べ終わった食器を片付けたりするときに、Puis-je vous débarrasser? と言ったりします。これは、お下げしてもよろしいでしょうか?という非常にかしこまったフレーズになります。他にも例えば新幹線とか TGV で人の隣に空席が空いているときに Puis-je と言ったりします。これは Puis-je m'asseoir ici の m'asseoir ici 座っての部分をこう省いて Puis-je という言い方になります。これもかなり丁寧です。で、この Puis-je というのはもう本当に丁寧なフレーズの究極版と言っても過言ではなくて、具体的に言うと、est-ce que je peux よりも、est-ce que je pourrais の方が丁寧。そして、est-ce que je pourrais よりも、pourrais-je の方が丁寧。そして、pourrais-je よりもさらに丁寧なのが、puis-je です。なので、例えば、どうされましたかをいろいろ言ってみると、vous avez besoin de quelque chose? これは、何かをお探しですかという意味です。で、それより丁寧なのが、est-ce que je peux vous aider? これは、何かお手伝いいたしましょうかという意味になります。それにさらに丁寧なのが、Comment pourrais-je vous aider? どうされましたか?そして究極版が、Puis-je vous aider? とか、Comment puis-je vous aider? いかがなさいましたか?この Puis-je vous aider? の Puis-je を覚えておくと、フォーマルな場所で非常に役立つかなと思います。それでは今回のまとめです。Puis-je というのは、Je peux というものの疑問形です。Pouvoir の活用の疑問形。そして、pourrais-je よりも丁寧な究極の言い回しです。まあ、主にお店とかレストランとかでお客さんに対して用いる言葉です。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。